皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アメリカの私的に美味しいものを紹介したいと思います。今日はターキーヒルのボックスオブチョコレートというアイスクリーム、すごく好きなので結構見つけたらすぐ買っちゃうもので、同じものです。リミテッドエディションなのでバレンタインあたり寒い時期に出るものです。チョコレートがとても美味しくて、ガートルードホークチョコレートですかね、のチョコレートが入ってて、これがまたすごく美味しいんです。ちょっと開けてみたいと思います。これがね、こういうのが入ってて、ね、美味しいですよ、美味しいですよ。ミルクチョコレートフローズンデイリーデザート with a trio of truffles、 トラフル、ダークチョコレートラズベリーとミルクチョコレートブラウンバターボアボンキャラメルとダークチョコレートソーティードキャラメルが入ってます。優しなんですけど、こうやってチョコの塊が入ってます。作ってみますね。チョコレートがおっと出たりして、ここにいっぱい入ってます。これがすごい美味しいので、ぜひ見つけた時は食べてみてください。ちょっと開けてみますね。ちょチョコ出してみたけど、なんか同じような形なんですけど、ちょっと食べてみます。今のがチョコレートブラウンバターバーボンキャラメルです。これはダークチョコレートソルティドキャラメル、これバターバーボンですね。これラズベリーです。ダークチョコレートラズベリー。このように3つの味が楽しめるアイスクリームです。すごい美味しいです。3年連続買ってます。冬場アメリカに来てターキーヒルのボックスオブチョコレートを見かけたら食べてみてください。今日はターキーヒルボックスオブチョコレートを紹介しました。